どうもお疲れ様です吉谷さんまあね、MLM って本当ビジネスをやりたくない人が、不労所得を目当てに参加して、最初から不労所得、自分のダウンが偶然すごい人じゃないかな、すごい人になって、人をいっぱいつけてくんないかなっていうね、その期待だけで参加するんですよね。だから、自分でインフルエンサーになっていこうとか、影響力を持とうってあんま思わないんですよね。切り口が不労所得とか、権利収入っていう言葉に惹かれてきてる人だから。 ですのでビ,ジビジネスをちゃんとやってる人って最初から金利収入も不労所得もないって分かってるしそもそもネットワークビジネスがね吉田さんが言うようにむちゃくちゃモチベーションを上げてむちゃくちゃ勉強会してそして新規をどんどん取るためにね知り合いを増やしていってっていうふうなことをたきつけていかないとそれでもつかないわけですよね。でそもそもたきつけられないとできない人っていうのはたきつけてもできないしたきつけられなくてもやる人っていうのはほんとそのままやるわけなんですよ。 だからそういうリーダー的な人っていうのはどこ行ってもリーダーやってるし独自のビジネスで利益上げてるからネットワークビジネスでたとえざ庫こうを抱えたり損失が出てもどうってことないんですよね。その中で見出せる活路としては、うん、やっぱりこう自分もそうなりたいって思えるような人を作っていくことつまりは不労所得とか一発で、えー、権利収入だみたいな言葉に引き寄せられてきたんだけども実際そういうことないよと。 サインする前によよく考えてよと私ですらビジネスで成功した私ですら一生懸命集客してあなたに今サインさせようとしてるわけですよとこの現実見てくださいとあなたは私と同じぐらいのレベルでこれができますか身内にも紹介できますかそういうふうにしたいんだったら私は責任を持ってあなたを一流のビジネスマンとして鍛えていきますよとただしそのためには速可塾に入らないといけないスタイなと。<laughs> そこにはお金が余計にかかりますよみたいなね、のがあったりするんじゃないかなと。つまりビジネスのプロになるために、タダで習おうと思うんだったら相当なね、思いがなければダメだし、お金払ってもいいからビジネス上手になりたいと思うんでしたら、それはね、あの、目があると思うんですよね。自分を鍛えるのにお金が払えないとかね。それこそ今、ね、そこそこの大学出だって就職がなかなかないっていう時代でしょ。だから学歴があってもうまくいかないんですよ。学歴に もう何百万とかね1000万2000万っていう投資をしてきてそれでもうまくいかないっていうものと本格的にビジネスをやるときに自分でネットワークビジネスなり情報ビジネスなりコンテンツビジネスなりするなりの中で1円も教育費を払わずに何とかなるんですかとかいやいや10万20万ぐらいのレベルのものを買って何とかなると思います今までいくらお金払ってきて職に困ってるんですか収入に困ってるんですかやっぱりこれからね 1 0 0 0億稼ごうとしてる人が何で最初の数十万100万200万躊躇するんですかってことですよねうんだからただ同然なんですよ相対的に見てビジネスに例えばこのクレジットカード2枚のキャッシング枠を使ってなんとかビジネス塾に入ったヒルズ塾に入ったでも10年経ってみたらどうですかとただみたいなもんだったでしょその時の支払いのダメージ未まだにありますかっていうことだったりするんじゃないかなと思うんですよ で、でそういういいいい風にしないといけなとけすね。最初の出費がただ同然になるように日々アクションを起こしていかないといけないし実績作っていかないといけないしお金を払わした人にはそれなりの責任を果たすことによって次の信頼も勝ち取っていけるんじゃないかなと思いますしね。というところでねうんやっぱねタイトル思いつきませんけども「ネオヒルズ」ですかこうなったら行ってらしい。